マリアスピロプルはカリフォルニア工科大学の実験物理学者。2012年にヒックス粒子が発見された LHC の実験グループ CMS の一員である。1993年にテッサロニキのアリストテレス大学で物理学の学習を取得し、2000年にハーバード大学でフェルミラボ衝突型加速検出機実験により PhD を取得した。 博士論文において、ハドロン衝突が加速器で超対称性の証拠を探すために二重毛検法の分析手法を初めて適用した。超対称性粒子が現れると予想されるパラメータ空間の大部分を除外した。2001年から2003年まで、シカゴ大学のエンリコ・フェルミフェローとして、余剰次元と超対称性を探すため、消失横エネルギーの痕跡を用いて、 CDF 実験を続けた。2004年、小型ミューオンソレノイド実験の研究科学者として、セルンに移った。2005年から2008年の間は、標準模型を超える現象や、超対称性を探求している CMS、物理解析グループの共同召集者を務めた。2012年までセルンの上級研究物理学者で、あり、2009年からは、カリフォルニア工科大学で、 物理学教授を務めている。自分の学生であるクリス・ローガンと共同研究者のマウリツィオ・ヨペリーに、ヨゼフ・リカンと共に、LHC での新たな物理学の発見と、特徴付けを目的とした、運動学的変数の新たなセットを、発明した。彼女は、マイ・アインシュタイン、エッセイズ・バイ・ツエンティー、フォー・オブ・ザ・ワールズ・リーディング・シンカーズ、オン・ザ・マン、ヒズ・ワーク、アンド・ヒズ・レガシーの最終章である。 ベアイズ・アインシュタインの著者である。2014年にはアメリカ物理学会の国際物理学フォーラムの議長のラインに選出され、2016年には議長に選出予定である。物理学諮問委員会フェールミラボのメンバーであり、2016年には米国エネルギー賞と米国科学財団の高エネルギー、物理学諮問委員会のメンバーである。彼女は、 博士課程の指導者、ジョン・フースト指導者のオーエン・チェンバレンを通じて、エンリコ・フェルミの学問上のひごにあたる。2008年、実験高エネルギー物理学におけるリーダーシップ、特に超対称性と、余剰次元の実験的探究における先駆的な努力のために、アメリカ科学振興協会のフェローに選出された。2014年、アメリカ物理学会のフェローに就任した。 ありがとうございます。